こんにちは、塩の山の三草クララです。今日は2020年4月27日月曜日、今日もよろしくお願いします。もうコロナ問題は終わっている。これからは戦時に備えよ。今回のタイトルを見て、世の中の人まだまだ新型コロナウイルスのためにみんな苦しんでいるのに、クララは何言ってるのと思われるかもしれませんが、私がコロナが本当に怖かったのは、1月18日に中国の武漢の様子がおかしいとニュースで知ってからの本当に1ヶ月。本当に怖かったです。そのことを知って、もう1月のうちにすぐに N95 マスクとサージカルマスクと洗い替えの効く布マスクと次亜塩素酸水とアルカリイオン水のできる生成器を備えたり、私の家に来てくださる方にはマスクの着用をお願いしたりしていましたが、私が総理なら国民の命を守るために、もう1月のうちに早急な水際対策、要するに中国人と中国経由の人は入国禁止、もう日本に入ってはダメ、それから国民へのシンコロ対策の啓蒙など、もう国民の命を守るために、もう私なら徹底的にやるんですけれども、もうわざとなのか、国も呪い、人々も相変わらずいつもの生活、もう本当それは聖書の御言葉通りなのですが、聖書マタイの福音書24章37節から39節を読ませていただきます。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで、人々は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで、彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろう。本当にもう本当にこんな感じだったので、周囲の人の無防備さが本当に怖かったです。もう怖くて夜眠れない時などもありましたが、でも先日の4月20日に疫病に関しての神からのロックダウンはすでに解除されているので、もう私のこの世の目は次を見ています。この世の目とわざわざ言うのは、私の心の目は人類すべての困難を乗り越えたところにある神の光の御国を見ているからです。テレビや報道は連日新型コロナウイルスについてやっているようですが、それら国民が目にするものは、新聞で言えばもう新聞紙、もうそれもかなり古い情報、役にもクソにもならない情報です。もう世界は第三次世界大戦に入っています。私的には2019年10月31日の沖縄の首里城全焼が第三次世界大戦のスタートの合図だったと、合法だったと感じています。なら新型コロナウイルスよりも前ではないかということになりますが、新型コロナウイルスは中国でも森掛けの家計学園でも殺傷能力の高い殺人ウイルスを研究中で、それは東京オリンピック後の完成を目指していたところ、神の御手によってまだまだ未完成のウイルス、今世界中に迷惑をかけている新型コロナウイルスが漏洩してしまったので、カバール、イルミナティ、
彼らオカルト集団はとても慌てて予定が狂ってしまったと思います。だからこんな彼らのまだ未完成のウイルスに感染しちゃダメです。死んじゃダメです。本当にそこは十分に気をつけてください。さて今私たちは縄文時代からのカバール・イルミナティ・オカルト集団とのケリをつける時に私たちは遭遇しているわけですが、聖書にはその週末世の終わりは疫病、地震、戦争、飢饉などが一緒に来るので耐え忍びなさいとあります。マタイの福音書の24章の一部を朗読させていただきます。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすであろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎しみ合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。今私が一番危惧していることは、第三次世界大戦はアメリカ対中国ということになりますが、その戦場が日本になりかねないということです。それはどちらの国にも大変旨味のあることで、日本を戦場とすることでそれぞれ自国の犠牲を最小限に抑えることができ、そして勝利した方が日本を領土とすることで全世界を制することになります。先月3月の初めあたりに、とても火の神様が怒っているのを何度も見て、それから中国の火事の報道が増えましたが、戦火という炎を絶対に日本に持ち込んではならないと思います。かといって一個人が世界大戦をどうにかできるということではありませんが、例えばドッジボール、ボールが来ると分かっていたらそのボールから逃げることも、またそのボールを受け取り攻撃に回ることもできますが、自分がドッジボールのコートに入っていることに気づかないのならば、ボールが来た時打ちどころが悪ければ大怪我をしかねませんと、ちょっと長くなってしまいましたが、もう私は若い頃からおしゃれしたいなと思っても、
その時私が着たい服は店頭になく、数年後にそれが流行したりお店に買えるようになったりとか、もう一歩も二歩も先を行くということは、個人的にはそんな不便なこともありましたが、今は私の発信することが皆様のお役に立て、そしてみんなで一緒に天の国に行ければいいなと思っています。それでは今日はこの辺で。私クララのホームページ塩の山 .com では、 YouTube では言えないこととかのびのびと言ってますので、お時間のある時に遊びに来てください。あなたの上にたくさんの神様の祝福がありますように。それではまたね。バイバイ。